開催中に起きていたらと思うとゾッとする。大阪・関西万博の会場の建設現場で起きたガス爆発のことだ。3月28日午前11時頃、この花区の夢島で、作業員が屋外イベント広場のトイレの溶接作業をしていたところ、付近に溜まっていた可燃性ガスに火花が引火したと見られるという。この爆発でコンクリートの床が破損したものの、怪我人はいなかった。可燃性ガスは地下のメタンガスと見られるが、この万博会場地下のメタンガスをめぐっては以前から問題視されていた。2023年11月29日の参院予算委員会、社民党の福島瑞穂参議院議員68は、万博会場となっている現場の土壌改良の必要性についてこう質問。なんで万博会場は土壌改良をやらないんですか？有害物質の上でやるんですか？今ここ現場でメタンガスが出ていますよね。どういう状況ですか？これに対し、自見花子万博担当相は、ご質問いただきましたメタンガスは2014年に大阪市等が設置をいたしました。大阪広域環境施設組合が会場を含めた夢島の一部において発生を確認し管理を行ってきたと聞いてございますと、発生を認めた上で、大阪市が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関連する省令に基づき配管施設を設置し、また発生しているガスを大気放散していると聞いてございまして、万博の開催時に危険はないと考えているところでございますなどと答弁。さらにメタンガスに火がついたら爆発をしますと迫った福島市に対し、大気拡散などを理由に適切に管理されているとの認識を示していたわけだが、福島市の予想通りとなったわけだ。大阪万博のテーマは命だが、その命を守るための安全対策、危機管理が現時点では乏しいと指摘せざるを得ないだろう。入場者が喫煙所でタバコを吸ったらドカンとならないか。これ自見大臣、国会で危険はないと言っていたけれど爆発事故が起きたよ。土壌改良するにしてもまた金がかかるんだろうな。 SNS 上では不安視する声が目立つようだ。